ベルシュタットは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州、ベッテラウ軍に属す、町村である。ベルシュタットは、北は、フリートベルク、東は、ニッタタール、南はカルベン、西は、ロスバッハフォアデア兵へと境を接している。自治体ベルシュタットは、ニーダーベルシュタット及びオーバーイコールベルシュタットの2、地区で構成されている。1972年8月1日に、 それまで独立した自治体であったニーダーベルシュタット及びオーバーイコールベルシュタットの両村が合併して新たな自治体ベルシュタットが成立した。2011年3月27日の長議会議員選挙以降ベルシュタットの長議会は31議席で構成されている。2012年9月23日のベルシュタット 町長選挙でアドリアンドスコーニが61.7%の票を獲得して新たな町長に選出された。この選挙の投票率は68.7%であった。ロスコーニは2013年3月15日に町長に就任した。ベルシュタットの両地区を連邦道 B3 号線が通っている。両地区では騒音やゴミが非常に多くなり、 周辺住民は何年にもわたってバイパス道路を求めて逃走を行ってきた。2012年11月に約 7km の連邦道 B3A 号線の建設が始まった。このバイパス道路は北から来てオーバーイコールベルシュタットの東を通り、両地区の間で従来の B3 号線を横切り、ニーダーベルシュタットを西に迂回してカルベン方面へ向かう。 B3 号線に合流する。さらに、ニーダーベルシタットの東を通る B45 号線に、新しい B3A 号線へのインターチェンジが北向きに設けられるため、新たに建設される道路の全長は約 9km となる。このプロジェクトには全部で10本の橋梁建設が必要なる。この工事の完成は2016年末に計画されている。ニーダーベルシタットには、 S バーンの駅があり、マインベーザー鉄道を経由して、フランクフルトアムマイン及びフリートベルクに運行している。この他に、フリートベルク、バートナウハイム、ニッタタールへのバス路線がある。本市は、ベッテラウアーツイトゥング及びフランクフルタールントシャウのサービス地域である。ありがとうございます。